マブラブオルタネイティブ、前回の続きをプレイしていきましょう。さて、今休戦中に、まあ他の人のとこに見に行ってみようみたいな、そんな感じかな、なとこなんですけど、とりあえずはまあ、明夜ルートがそんなに分かれんのかもあんまり分かんないんだけど、とりあえず明夜ルートで、1回目選んだ時もね、明夜だったんで、そんなうろうろしていいのかな。あれ、明夜のやつ見当たらないな。おかしいな。さっきのブリーフィングでは確かこの辺りにが受け持ちだったはずだ。そんなうろうろしていいのかよ。今は逆探知を警戒して識別マークを消してるから、少し動かれるだけで居場所がわからなくなるんだよな。もしかして真面目に担当区域を見回ってるのか。後で足でまたにならないように今のうちに体を休めておけって言われたのに。殿下のことが気になっているだろうと思って来てみたけど、真面目というかこういう硬いところはあいつらしいな。それが建前であっても、殿下を守るための保証任務をおろそかにすることはできないんだろう。ま、あいつの場合、今は何もしないでいるよりはその方がいいはずだ。ええ。これ全員見るって感じか？じゃあ、まあ、攻略順かな？訓練兵を出撃させるなんて。極東国連軍の人手不足は相当深刻ね。誰の声だ。あなたも災難だったわね。あ、いえ。え、神尾智恵ビーズの誰かではないよな。一体誰と喋ってるんだ。私もね、まさか人間相手の作戦に駆り出されるなんて思っても見なかったわ。そっか、別に調査だけじゃないんだもんな。日本には一度来てみたいと思ってたんだけど、こんな形でそれが叶うなんてね。はい。なんだ、アメリカ軍の英士か。そうか、アメリカ軍も交代で休憩するって言ってたな。すみません少尉、あのこんなことになっちゃって。え、今は人間同士で戦っている場合じゃないのに。どういうこと？どうしてあなたが謝るの？その、自分が日本人だからそれに確証がないまでも、親父さんがアメリカ軍をこの戦いに引き込んだって思ってるから、その責任みたいなものを感じて謝っちまうんだろうな。今回の一件で207小隊の連中は程度の差こそあれ、国連軍と帝国軍の間で板挟みになっている。国連と日本と米国、207小隊と帝国軍とアメリカ軍部隊の間で、特に玉は親父さんの立場のせいで他のみんなより心理的負担を多く感じているはずだ。もしかしてあなたは日本人？はい、そうです少尉。なるほど、そういうことか。じゃあなおのことつらいか。同胞に銃を向けるんだからね。任務ですから。そう、あの米国兵理性的だな。米国政府の目的はともかく、人類にとってはた迷惑な内戦に巻き込まれ、何人も犠牲者を出してしまってるっていうのに、日本人で分かったら胸ぐらを掴んでぶん殴るまでやらないにしても、嫌味の一つでも言ってもおかしくない状況なのに気を使って慰めるなんて。私ね、フィンランド人なの。え？フィンランド人？米軍なのに米国人じゃない？どういうことだ。人的被害の少ない米軍はまだ女性に兵役を課してないし、徴兵年齢の引き下げすらやってないやつだ。その上外国人なんだよ。戦災難民なのよ。ほら、私の国もうなくなっちゃったから。私なんて言ったらいいか。別にいいのよ、気にしないで。そうだった、この世界のヨーロッパはイギリスを除いて7、8年前に全滅させられちまったんだ。ああ、海挟んでるから大丈夫だってこと？イギリス。でもどうして
フィンランド人のあなたがアメリカ軍にいるんですか？そうね。理由は二つあって、まずアメリカの市民権を取得するためね。市民権？そう。戦災難民が市民権を得るには、軍に入って除隊まで勤め上げるしか方法がないのよ。だから、今回派遣されている部隊のほとんどの人間が、私と同じ戦災難民からの志願兵。お偉いさん方を除いてね。今日本に展開しているアメリカ軍の中で、本当のアメリカ人は、ウォーケン少佐とか指揮官クラスだけってことなのか。初めて知ったけど、最前線に外国の難民で編成した部隊を送るって、なんか引っかかる話だよな。単純に良し悪しで判断するべきことじゃないのはわかるけど、市民権って、アメリカ人の身代わりに、危険を負わされてまで欲しいもんなのか。ああ、どうしちゃった。あの地獄。ヨーロッパから生きて逃げ出せただけでも、随分贅沢なことなんだけど、私が市民権を取れば、家族を難民キャンプから出してあげられるからね。そういうことか。いかに無傷なアメリカでも、戦災難民に自国民と同じ生活レベルを保障するほどの余裕はないはず。サギリ大尉が放送で言ってた日本の避難民収容施設の惨状、アメリカの難民キャンプの状態も、おそらくそれと大差がないだろう。そっから自分の家族を救い出すための市民権か。なるほど。ということは、ご家族は無事だったんですね。母と妹はね。父は国軍に志願して北カレリア戦線で行方不明。多分もう死んじゃってると思うけど。あの、すみません、私余計なことを。もう今時珍しい話じゃないんだから、いちいち気にしないの。家族4人のうち3人助かったなんて奇跡よ。ごめんなさい。でね、入隊のもう一つの理由がそれ。それ？父親を探すっていうか、そのなんか遺品とか残ってればみたいな感じか。敵討ちってわけじゃないけど、父がそうしたように、私もベータと戦って家族を守りたい。それがごめんな、こんなとこに。お父さんと同じ。それでいつかあいつらをヨーロッパから追い出して祖国を再建するの。父が命がけで守ろうとしたフィンランドでね、私たちの家があった場所に父のお墓を建てて、そのそばで家族一緒に暮らしたいの。ところで、あなたの家族は？無事なの？あ、はい。パパと二人です。ママは、私が小さい頃、病気で死んじゃいました。そう。お気の毒に。いえ、私は最後まで、ママのそばにいることができましたから、少尉に比べれば、贅沢なことです。また。さっきから気にしないでって言ってるのに。もしかしてそれ、日本人特有のリアクション？すみません。そうだったのか。タマのお母さん、病気で亡くなってたのか。マエさんがタマを猫可愛がりするわけだ。私、イルマ。イルマ・テスレフ。あなたは？タマセ・ミキ。ミキ・タマセです。ミキか。こんなこと言ったら失礼だけど、フィンランドだと男の子に間違えられる名前ね。あ、そうなの？え？男の子ですか？なんか複雑ですね。ねえ、ミキ。いつか人類がベータに勝って、私の国が再建されたら、お父さんと一緒にフィンランドにいらっしゃい。私が招待するから。本当ですか？私、絶対行きます。でも、フィンランドってすごく遠いですよね。確かに遠いけど、ソビエトを挟んで一つ隣じゃない。日本に一番近いヨーロッパなのよ。そうか。ロシアじゃねえんだな。っていうか、ソビエトがでけえんだよ。そうだったんですか？そうだったんですかじゃねえよ。こんなことまで。
で知ってるなんて、イルマ少尉すごいです。あれでもこの時って、あ、そうか、ヨーロッパじゃねえのか。宿敵だったロシアを任したことのある唯一の国だから、多くのフィンランド人は日本に親近感と興味を持っているの。任した、あれか、東郷平八郎か。それにお互い第二次世界大戦の敗戦国だしね。ミキはフィンランドのことをあまり知らないので恥ずかしいです。だからこそミキには来てほしいのよ。いい？約束よ。だから早く終わらせようね。人間同士の戦いも、ベータとの戦いも。はい。その時までお互い絶対死なない。いい？はい。よし、じゃあ行くね。そろそろ交代の時間だから。あ、はい。少尉、お話できて楽しかったです。ありがとうございました。私もよ。約束忘れないでね。はい。家族のために違う国の軍隊に入り、祖国を取り戻すという目標を掲げ、命をかけて戦うか。よって立つものは違っても、彼女にもこの世界と、この世界の日本人と同じように立脚点みたいなものがあるってことだ。ここでもそこに行き着いちまうのか。あれ、タケルさん。あ、どうしたの。いや、ちょっと気晴らしにうろうろしてたらタマの声が聞こえてきたから。え、もしかしてずっと見てたの。途中からだと思うけど、なんか声かけにくくて、ごめん、立ち聞きするつもりなかったんだ。え？別に謝ることじゃないですよ。さっきの少尉さん、立派な人だったな。うん。当たり前のことだけど、米軍にもいろんな事情の人がいるんだよな。今までの経緯もあって、米軍に対して嫌な印象しか持ってなかったけど、前線の英士一人一人はやっぱり普通の人間なんだって思ったよ。少なくともあの少尉が軍人として上官としてじゃなく人間として立派な思いやりのある態度でタマに接したのは事実だ。え？お前タマどうした。おい、自分の命も危ないのに、私のこと気遣って励ましてくれて。ああ、自分の国がなくなっちゃって、家族や死んじゃったお父さんのために戦ってるのに、フィンランドを取り戻すために戦ってるのに、なのに私のパパがあの人たちを巻き込んじゃったのかもしれないんだよ。タマ。パパはいつも言ってた。日本を守るためにはアメリカ軍の力が必要だって。おじさん、タマにそんなことまで。でもそれは事実じゃないのか。戦力のことだけを考えれば米軍の力はあった方がいいだろう。特にこの状況はなおさらだ。今ベータが南下してきたら、極東の防衛線は一気に瓦解しまうからな。もしタマの言う通りだったとしても、事務次官はそこまで日本のことを、もっと言えば世界のことを考えてるんじゃないか。大体米軍は今の状況を見越してたように艦隊を展開してたんだ。
どのみち介入するつもりだったんだろう。あの時事務次官は横浜基地へ米軍へ横浜基地への米軍の即時受け入れを求めていた。結局は突っぱねたけど、優子先生だって事務次官なりにオルタネイティブ4や日本のことを考えての行動だって認めていたんだ。その時のことやオルタネイティブ4のことをたまに話してやれたらな。タケルさん、私怖い。え？もしかしたらこのクーデターもアメリカ軍を引き入れるためにパパが。脚本を用意したのはおそらく国連上層部のオルタネイティブ5推進派と CIA でしょう。今までそこが結びつかなかったけど、確かにその可能性はある。鎧課長の言葉を信じるなら、国連上層部ってまさに玉の A さんだっていう可能性はある。確かに玉瀬事務次官の取った行動は結果的にオルタネイティブ4を妨害してるよな。でもオルタネイティブ5推進派って玉瀬事務次官はオルタネイティブ4を完成させたいって言ってたじゃないか。まさかそんなこと。もしそうだったら私どうすればいいの？え？だって榊さんのお父さんがあんなことになっちゃったのも、殿下がこんな目に遭ってるのも、みんなの命が危険にさらされているのも、極東の防衛線が崩壊しそうなのも、全部パパが関わっていたら。もうよせ、やめろ。もしそうだったとしても、それは人類全体が日本人が生き延びるためを考えれば十分意味あることじゃないのか。嘘だ、俺はそれをくだらない愚かなことだと思ってる。それに今タマが考えていることはただの憶測だろ。憶測なのは本当だ。だけど半分以上当たっているはず。でも今はこう言うしかないんだ。お前は今精神的に参っちまってて壁になってるだけだ。初めての実戦で散々敵に追いかけ回されて、挙句の果てにこんな状況じゃそれも仕方ない。でもな、そんなんじゃお前死ぬぞ。お前が死んだら、お前一人でもかけたら舞台が全滅するかもしれないんだ。お前あの勝利と約束したんじゃないのか。ベータとの戦いが終わるまで生き残ってフィンランドに行くって。だったら今は作戦を成功させることだけを考えろ。全ては無事に基地に戻ってからだ。考えるのはそれからでも遅くない。いいな？分かってる。納得したって顔じゃないな。でももうこれ以上言うことはない。いや、これ以上言えない。俺自身たまに偉そうに言えるほど信念が固まってないんだ。自分でも分かってないんだから他人にうまいこと言えるわけないんだよ。もうここにいちゃいけないよな。悪かったな、俺は参ってるから言葉選べなかった。いいの、私もごめんなさい。話多い、やっぱすげえよ。これは訓練兵と実戦経験を積んだ正規兵の違いってだけじゃないだろう。自分の情けなさに腹が立つぜ。俺もう行くよ。生きて帰ろうな。いや、なんか普通にさ、勝利さんの話聞いて終わりぐらいすってどっか行くのかなと思ったけど、目や何もなさすぎじゃなかった？なんでなんだろう。まあいいか。じゃあ次委員長行ってみましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。